こんにちは。劇作家のしげのぶです。エスカのどいです。よろしくお願いします。はい、あけましておめでとうございます。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくる今年も2022年もちょっと頑張っていきましょうか。はい、よろしくお願いします。イカゲームの第二話いきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、いきましょう。第一ゲームが終わって。っていうところですね。はい。あの八分ぐらいのところですね。はい。あのギフンさんがね。 はい、こう、圧をね、こう押してね。ああ、良かった、ですね。うん、ああ。で、その後、丸を押す人を見た時の。<laughs> 嘘だろうか。あん。いや、あれ、ねうん。うん。あの、一応。あの、表現方法、あの、ボタンを押して、その結果がわかる。っていうのも、すごく優れた映像の表現の仕方ですよね。うん、あの、彼がどう思っているのかを、ビジュアル的に表してるっていう、ね。 登場、ね、人物それぞれがどっちを押すんだろうっていう興味もあるし、<laughs> そ,うそれですごく引き込まれましたね。はいはい、で次が18分のところ。はい、サンウさんとね、外国人のお金を渡すところの周辺というか。ああ、えっ、ー、とアリ、アリ君ですかね、1 9う。最後、助けてくれた。 あの辺りがね、やっぱね、すごくね、いい交流をしていましたね、2つとも。で、相手を入れて、で、えー、返すっていう、素晴らしい演技だったと思いましたね。うん。やっぱね、外国人っていう感じなんだね、扱いがね、やっぱね。うん,う,んうん。うん、そう、まあ,あの、出稼ぎで労働に来ててっていうことでしょうね。はい。で、次が。はい 26分、はい義ンさんとお母さんのところですね、うんあの、病院に入院しろよっていうところが、この今までの義フさんの,この人生というか、ね、うん、経験してきたものというか、二、まあ、人の関係もあるし、うんえー、がなんか影響してる、で義ンさんは強い行動力のある演技だったと思いました、うん、素晴らしかったと思います。うんうん、そうです、ね、こうなんてうんですかねこれまで知らなかった た事実を知らされてっていうところですよね。うん、ただ、あその。どうしてもそのお金がないから、それをどうすることもできないというふうなところに置かれてしまうっていうところでしたね。はい。で、えー、次が四十四分。はい。そのね、ギフンさんとね、お母さんの、うん、あ、違う、違う、ギフさんとおじいさんのところですね。うん,うん、うん。再会した。前だよね。そ、ね、う、ね、そう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 。はい。 <laughs> あの怪しいおじいちゃんとの, <laughs> あの前のところなんですけどでもまあやりなんかこうやり取りはすごく柔らかいところを使うっていうかそのプライベート感のあるすごく繊細な交流をしているんですよね、うんうん、やっぱ二人ともうまいんですねやっぱねすばうん、うん、しかったと思いました、うん、そうあのおじいちゃんのね存在感というかやっぱちょっと鍵を握る人でしたね。ねあの、ね、今回ねそのどっちを押すかで割れてっていうところで、うん、どっちを選ぶかっていうキーマンでもありましたね。うん はいはい、でもうラストですねはい55分うん、えー、ギフンさんがそのお金を投げつけてから殴っての、うん、<laughs> そのあの一連ですねうん、うん、うまあねちょっと繊細な家族関係というかいろんなあれなんですけど背景がねその当たる素晴らしい体の反応 だったと思います。で、それが出ているなんていうんですかね、こうオーラと言いますか、立ち振る舞いと言いますか、それも素晴らしかったと思いましたね。うん、そうですね。なんだろうその雨に打たれながらもうなんていうんですかね、もう本当は頼っちゃいけない相手だけど、もう頼らざるを得ない状態になって、ただこじれてそれを娘に見られてしまうっていうあのね、なんていうかどうしようもやるせなさというか、あるよね。ね、っていうところですよね。そうなんかこう。 それぞれの登場人物の背景が今回はちょっと描かれてる感じでしたけど、なんかそれぞれに何ていうか、明確な理由があったりっていうところだったですかね、移民してきてたりとか、先物取引で失敗して大きな借金を背負ってしまったりとか、うん、あ脱北して、ただブローカーに持ち逃げされちゃってたりとかっていう、<laughs> なんかこう、なんかあれですよね、恐らく韓国が今現代で考えてる問題みたいなものをすごく内包してる作品ですね。ね うんいやそしてみんなこう、なんていうんですかね、当然こう、経済というものにある意味支配されているというか、お金の問題をすごく抱えてるっていうね、うんところでしたね。なんか、でもそれがあ、なんていうんだろう、すごく共感を呼ぶポイントでもあるのかなって思いましたね。誰でも分かるというか、誰でも共感できるような、すごく広いポイントだったかなと思いますね。いや、面白かったですね。面白かったね。はい。 はい。というわけで、イカゲームの第2話でございました。ありがとうございました。あいます。はい、えー。この動画、少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。えー、お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、えー、ぜひ教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。